スを保つようにとの指示が出されています。さあ決勝ヒート15周です。さあまずは1コーナー鈴木めぐみが2番手に上がってきています。トップはドアラズカスが龍之介、3番手は高田陽大、高田はポジションをワンポジションを落としています。でまた5番手からでした鈴木優太が今3番手に上がりました。高田陽大はポジションをまた1つ落として現在4番手、その後ろには7番からのスタートでした細越一太が上がってきています。細越は公式練習とタイムトライアルそれぞれでチェーンが外れてしまうなど災難続きの今年の第4戦でしたが、お昼休みのうちに調整も済ませて巻き返しを図りたいと話していました。さあトップ春日帰ってきました。鈴木めぐみが仕掛けていきます。さあただ鈴木のさらに変顔を取ったのは鈴木優太です。さあ鈴木優太が一気にトップに上がってきました。2番手には鈴木めぐみ、春日龍之介は3番手にドロップ、その後ろには細越一太です。さらに高田陽大と全6台連なっていきます。高田の後ろにはカーナンバー27番の菊池貴弘、でまた第2集団はカーナンバー89番厚見エイトが引っ張っています。厚見の後ろには女性ドライバー松井沙羅の姿があります。トップ2帰ってきました。鈴木優太、鈴木めぐみ、また3番手のスターは3ワイドです。1コーナーで先頭に立ったのはカーナンバー27番の菊池貴弘です。さあさらに6番争いも動いていきます。現在は第2集団の後方にいます。さあトップ2は3番手以降に大きく差を上げています。先を行くのは第2号で鈴木めぐみが仕掛けました。鈴木優太をパスしてトップに浮上です。これからダブルヘアピンの先に待ち受けるバックストレートではこれが追い風となります。先頭は鈴木めぐみ、次に鈴木優太と3番手にはカーナンバー27番菊池貴弘、そして高田陽大が引っ張る4台の集団となっています。あとここで高田陽大はポジションを落としてしまいます。一気に3ポジションドロップでしょうか。さあトップ2は鈴木優太が先頭に立ちます。先頭は鈴木優太、その後ろに鈴木めぐみ、単独で菊池、そして厚みは4番手まで浮上してきています。4番手にはカーナンバー89番の厚み、そして厚みが引っ張る集団が5台に膨れ上がっています。厚み、春日、松井、高田、細越と5台の集団が連なっていきます。こちらは4番手争い、その後ろには岡澤と西賀渡が続いていきます。さあトップ鈴木優太帰ってきました。ホームストレート残り周回数は10周となりました。さあ1コーナーでは仕掛けに行きます。春日龍之介、厚みをパスして4番手に浮上です。
木優と鈴木めぐむと独走の菊池、そして3位争い3台で行われています。先頭行くのはカーナンバー14番ポールからのスタートだった桂龍之介です。鈴木めぐむはいつ動くのか、残り数回数は4周です。
厚いと厚みの一騎打ちとなっています。そして厚みの背後には細川優さんが上がってきています。鈴木優太、鈴木恵、菊池、松井沙羅と厚みのバチバチのバトルの背後では春日、細川優さん、高田雄大もじわじわと詰め寄ってきています。さあ4番手争い、集団は5枚に膨れていくんでしょうか。先頭は松井沙羅です。さあ残り周回数刻まれていきます。残り3周となりました。さあ1コーナーでは厚みと松井がバチバチです。厚みがイン側を取って松井をパスして4番手、4番手争いは厚み松井の背後に春日、細川、高田です。さあ向かい風のホームストレートに突っ返ってきます。残り周回数は2周となるところ、セール中同士で鈴木めぐみ、ここも動かず1コーナーに入っていきます。さあ4番手争いはこの1コーナーでは厚みが先を行きます。後ろには鈴木めぐみが、そして4番手厚みエイトの後ろには松井沙羅が、それぞれしっかりくっついたまま、さあまもなくファイナルラップに突入します。さあトップ2はラスト1周どんなバトル見せてくれるんでしょうか。さあファイナルラップです。右側しっかり守った鈴木優太、4番手争いは厚みがこの1コーナー先に抜けていきます。さあ鈴木めぐみはどう仕掛けるか、ダブルヘアピンです。第3戦からは調子がいいのでこの勢いで優勝を狙いたいと語っていた鈴木めぐみ、さあその先を行くのは鈴木優太です。木曜日から練習していて調子はいい感じ、もう1位で逃げ切りたいと話していた鈴木優太。さあちょっと先にチェックを受けるのはどちらでしょうか。鈴木優太が少しリードをしているか。さあ結果フラッグ用意されました。SPG に当たるトルモン決勝を切ったトップチェッカーはおっしゃいのバイパーで入ってきました。さあ鈴木優太、鈴木めぐみ、鈴木めぐみ最後の力を振り絞り横回りで入っていきました。